自転車のパンク防止のメンテナンス。自転車のパンクを防ぐには日頃からのタイヤのチェックが欠かせません。今回は乗る前に簡単にできるパンク防止メンテナンスをご紹介します。自転車は便利で手軽ですが、毎回乗る前の点検や定期的なメンテナンスが重要です。不調を見逃すと重大な事故を引き起こし、大怪我をすることも少なくありません。愛車に長く安全に乗るためにも、自転車の状態を定期的にチェックしましょう。カインズの自転車専門店サイクルパークをはじめ、他の店舗でも点検を受け付けております。自転車専門の整備士のいる店舗もありますので、ぜひご利用ください。それではリストをもとに必要な道具を揃えましょう。今回はゲージ付き空気入れが必要です。自転車に乗っているとだんだんタイヤがすり減ってきます。乗る前にタイヤの状態をよく見てチェックしましょう。こちらが正常なタイヤです。自転車にあまり乗っていなくてもタイヤにひびが入ることもあります。タイヤの山が減っていないか、側面などにひび割れがないかを確認しましょう。まだ大丈夫だろうという過信は禁物。すり減りやひび割れを見つけたら、新しいタイヤと交換しましょう。タイヤの空気は毎日少しずつ抜けていきますが、出発前に空気を充填することでパンクを防ぐことができます。適正な空気圧はタイヤの側面に書いてありますので、見てみてくださいね。ゲージのついた空気入れを用意します。空気入れのインジケーターで空気圧を確認しながら空気を入れます。入れすぎでもパンクの原因になります。気をつけましょう。バルブには3種の形があります。空気入れの先端がその形に合っているかどうか確認しましょう。タイヤの空気圧が少ないと、車道と歩道との段差の角に勢いよく乗り上げる時などに、段差と車輪のリムにチューブが挟まれてハの字に切れてしまいます。スネークバイトと呼ばれるパンクの仕方です。日頃から空気圧に注意してパンクを防ぎましょう。楽しい自転車ライフを。